はい、どうも、のてつです。さあ、皆さん、始まりましたね。一番くじ、ガンプラの、これ、恒例ですね。ガンプラの一番くじの2022年版ということでね。僕が動画で撮るようになったのは去年からなんですけど、まあ、毎年、もう恒例になっていてね、やっぱり、かなり楽しみな、イベントになってきましたけど、今回はですね、かなり人気の期待がね、当たるという一番くじということで、すごい楽しみにしておりましたがね、ついにね、当日を迎えたということで、コンビニね、探しに行きました。セブンイレブン系列か。で、販売してるってことだったんで、まあ、近場のところからね、探しに行ったんですが、まあ、もう、すぐには見つからなくてですね、僕、見つけたのは、6件目で見つけました。で、何回やろうかなっていうところだったんですけど、正直ね、全部欲しいっていうのが一番、まず思ったことで、全部っていうのは、あれですよ、他の会社を含めて、もう全種類欲しいなと思ったので、結局、その全部で32種類なんですよ。A 賞でしょ ?B 賞、C 賞、D 賞、E 賞、F 賞、G 賞、H 賞まであるんですよね。で、その、会賞の F、G、H のところで、何種類だったっけ確か H 賞が8種類だけど、まあ、全部でね、32種類なんですよ。なので、それをちょっとね、目標に、引いてみようかなと思って。で、まあ、自分で決めたのは32回引こうと思って行きました。で、とりあえず、その、急にね、ちょっとドーンって引いちゃうと、それもちょっと迷惑な話なので、まず半分引きました。16回引いて、で、その後ね、時間空けたんですよ。時間空けて、最初ね、お昼頃引いたんだけど、その後ね、夕方のね、5時か6時に、同じとこに行ったら、まだあったので、それを、まあ、また同じ数だけ引いたっていう感じですね。そこはあまり引かれてないところだったんですけど。で、なんで、まあ無事32回引けましたので、それをね、ちょっとここで発表して紹介していきたいなと思います。あ、ちなみにこれは前に作った通常の MG のエクシアです。ちょっとね、後ほどって言うとバレるのか。ちょっとね、後で使おうと思ってね、これちょっと出してきたんですけど、はい。なので、そうですね。意味ないですね。そうなんですよ。まあ、ちょっと後ほど行きますけど、いや、やめよう。とりあえずね。ちょっとこれだけ先言わさせてください。当たりました。やったー。まあ、ね、32回ですから。32回引いたら、まあ、ワンロットいくつだったっけ全部でね。でも、ひとまず、ちょっと32回引いて、A 賞は出せました。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと解消から言っていいですか？はい。満足したところで解消から行かせてください。行きまーす。そしたら、そう。だ、要はね、コンプできたかどうかなんですよ。コンプ。32回やって、コンプ。なんで、ちょっと順番に行きましょう。H。はい、H。これね、H すごいですよ。全8種。8種なんですよ。全8種。はい。全8種なんですけど、これがね、なんとね、8個だったんですよ。はい。そう。1、2、3、4、5、6、7。8個ってことで、これはね、コンプしました。ありがとうございます。嬉しい。よいしょ。はい。これね、まず、はい。ボールチェーンが入っていて、うーわ、綺麗。あ、ちょっとね。あ、そういうわけじゃないか。削れてるわけじゃないけど、めちゃくちゃ綺麗っすよ、これ。もう全然、なんていうんですか。こうやって立つので、まぁ、ちょっと、ガンダム違いますけど、こうやって飾るのにめちゃくちゃいいっすよ。一緒に。すごい飾り映え。する感じ。こう上からこう見るタイプで置いてもいいかもしれないですね。こうやって機体を置いて、なんですか？こういう感じ？見方しても面白いかもしれない。はい。なんで、
ガンダムと、はい、これはエイジか。はい、エイジ2、マグナム、それからユニコーン、うん、うん、これはあれですね、ガンプラの箱側面ですね。うわー、ピヨン、かっこいい。はい、これだいたい MG だ。うん。はい、ジュナメス。最近ね、よくお店でも見かける。ジュナメス、人気。あ、見かけないな。最近は、あ、ザフトって書いてあるね。はい、ブリッツ。ガンダムベースで、まあ、見るか。はい、それから、ジン。ジンナもかっこいいんですよね。はい。ジンも最近見ますね。で、最後が、ワーチェ。うん。これはなんか、2月ぐらいの時にすごかったですよね。2月だったかな。出たらもう即なくなるっていうね。でも今もないですね。はい。ということで、これ8種類ありますね。これ、次回もやってほしいな。これ好きだな。あの、ライダーの時のラバーコースター並みにいいですよ、これ。飾り映えする、この厚み。ほら、この斜めから見る感じ、すごいいいですよね。おー。はい。つうわけで。はい、これ H 賞。H 賞、うー。はい、じゃあ次、何賞だ ?G か。G 賞、でかいんですよね。はい。これ、ビジュアルボード。もうこれ定番ですね。もうバンダイ一番くじの定番ですけど。もう壁に張り切れないぐらいうちは、あの仮面ライダーとかいっぱいありますが。まあ、でも前回のガンダムの時もありましたもんね。はい、これシャーザクでしょ?で、フリーダム。フリーダム!フリーダム、これ前回のね、あのクリアのやつ作ったな。そう、この前作ったんですけどね。はい、フリーダム、それから、ファースト。ファースト、かっこいい。はい、ファースト、そして、エルストライク。はい。文字はこっち。だけど、はい。向きはこっち。いやー、かっこいい。はい。ね、最近、シード系はね、またジオラマのも、予約始まったりして、あれ欲しいなぁ。せっかくちょっとフリーダムも作ったしなぁ。で、そうだよ、そうだよ。これ出してない。うーわ、やべぇ、ジオラマ。もっとちょっと、使っていきたい。楽しみたいぞ。はい。じゃ、これが G 賞で、ね、4個しか出なかったんですよ。4種類。32回やって、4つ。え、マジ?って感じですが、マジなんですよ、これがね、またね。はい。ということはですよ。ということは、こっちでいっぱい出るってことですね。はい、ドン。はい。F 賞は、タオル、全10種類。イェイイェイ。これはね、じゃあ先に言うと、コンプ、できませんでした。なんとね、確か見たときね、ニューガンダムがね、なかったんですよ。はい。ガンダムね。ファーストガンダム。はい。うん。かなり印刷は綺麗。で、これは、あれですね。ちょっと吸収があまりおよろしくないタオル。はい。でも、すごい綺麗。青くっきりしてて、すごいな。とても見やすいので、これは、うん、飾るのにいいね。うん、サイズも大きいし、こうポンポンポンって壁に貼るのにっていうか、もうある。ある、こっちが。貼るもの。でもこれね、いいですよね、この横長のね。貼るとしたらどこかな?え?どこ?トイレ?違うな。まあまあでも枕の上に置いたりね。こうちょっと、毎日これでほら、汗、枕ね、こう取り替えて、この、これからの夏にぴったりですよ、これ。まあ、ちょっと吸いにくいですけどね。はい。じゃ、これが、はい、10種類、全10種類ですけど、ガンダムでしょ?で、ウィングでしょ?ウィングゼロでしょ?はい。FQ1 でしょ?それからバルバトスでしょ?で、これ被ってるでしょ?はい、これマーク2。マーク 2! おー、かっこいい。はい。
ね、これいいですよね、MG のね。で、これまた、ルイジ、かぶる。で、これフリーダム。同じね、パッケージ使ってきてる。というか、同じ機体使ってきてるんですよね。はい。それから、ルーストライク。これも一緒のやつね。で、ユニコーン。てか、みんな一緒か。はい。で、データ。データ系が、ちょっと今回は、ラインナップ少なめ。はい。で、バルバス。で、何なかったかっていうと、うん。やっぱり、ニューがいないんですよ。ちょっと被ってんのが3つぐらいあったけど、これ要は12でした。はい。全部で12個。そりゃそうだ。そりゃそうですよ。大半はこっちが当たるんですよ。32回中、8と4と12なんで、いくつ ?24。はい、24です。24。24ってことは4分の3。4分の3が解消ってことですね。ってことは4分の1。まあ妥当な確率そんなもんですよね。いやー、それでバガスかね、上位賞当たったらそりゃもう嬉しいけどさ。まあでも解消も、ちょっと欲しいので。もうでもなんか G 賞があまり出なかったのはちょっと残念だな。はい。じゃあここからが、ガンプラってことになります。じゃあ行きましょう。次ね。はい。E 賞。E 賞は SD ガンダムの EX スタンダード00ガンダムソリッドクリア。これ、いい感じ、しません？どう？これは CG だね。CG だけど、うん、すごい、光り方が綺麗だから、ぼーっと思った、のは僕だけですか？で、はい、中身。でね、まあ、SD、シールね。シールでカバーする部分かなりあるんで、はい、まあ、実際通常のはこんな、すごいな。めっちゃ、つや消し。すごいな。黒強めだけど、でもこうやってやるとやっぱ、いいですね。はい、なので、まあ、これがね、1、2、3と当たりました。残り8個で、3つ、これが当たってます。で、あれどれだったか、これ。はい。ちょっとね、顔だけ貼って、そうそう、ちょっとね、組み立ててみました。つぐみでね。かなり、ちょっと SD ね、すっごい久々に作りました。いつぶりだろう。てかハマってないしな。けはい。てかハマってないけど。まあでもね、この辺の武装もね、しっかりと、まあシンプルですけどね。こうやってラインも入っていて、で、クリアな分だけちょっと情報量多めに見えるので、ちょっと、そうですね、まあ回転台だとか、あと光当ててあげるとかなりね、ゴージャス感が出ますけど、はい、なので、通常のこの白い部分ですね。白の成形部分がクリアになってると。うん、これは塗装したら楽しいのかな。うん、はい。ということで、シンプルだけど、まあ、で、まあ、早いですね、組み立てが。これ確か10分ぐらいで作っちゃったから、顔はね、ちょっとシール全部貼ったら多分30分ぐらいかかるんでしょうけど、まあ、でも10分ぐらいで作れるし、まあちょっとね、息抜きに作るにはいいね。はい。ちゃんと武器もね、しっかりついてますし。はい。で、これが、まあ今回ね、3つ出ましたよーと。はい。よいしょ。はい。そしたら、じゃん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 。3つ。で、次、今のが E 賞。なんで、次が D 賞ですね。さあ、D 賞行きましょう。なーい！ D 賞出ませんでした。なんで？ちょっと今回すごい楽しみにしてたんですよ、D 賞。バズーカ。いや、他がね、同じとはいえ、バズーカ作って、ちょっと、並べたかったな。すごい残念。そうなんですよ。出なかったんですよ。貼ってあるじゃないですか、コンビニに。コンビニに貼ってあるやつ、見た限り、何個？ 6 個？ 7 個とかは絶対出る。
というか、あるんですよ。あるのに、で、全然残ってたんですよ。僕、聞きに行った時もね。でもね、なかなかっていうか出なくて、むちゃくちゃ残念だったんですけど、はい、じゃあまあ次行きますね。ちょっと、リベンジしたいところはもうとにかくそこですね。はい、じゃあ次。じゃあ、師匠。はい、師匠行きます。師匠。さあ、HG、バルバトスのソリッドクリア。かなり顔の、ここがすごい。角光ってますけど、すごいですね。まあ、というか全体的にイエローが光ってますね。実はね、これ作ったことないんですよ、僕まだ。このシンプルに見えて、実はサイズも大きく、で、価格もいい、コスパ抜群のオルフェンズシリーズの主役機ですけど、これ、はい、出ました。これ当たりました。で、当たった数、はい、1、2、3、3つ。ここ、やっぱりその、何ですか？C と、で、D もいっぱいあったはずなんですけど、で、E、全部ね、かなり数出るように、なってたみたいですけど、まあ、僕の場合はこの C と、まあ、E がよく出た感じですね。はい。ちょっとこれまだ作れてないんですけど、ちょっともうこれ終わったらね、作るか引きに行くかちょっと考えますけど、はい。こんな感じ？はい。まだ見てなかったな。あ、でもね、こんな感じ。あ、結構、綺麗だな。で、クリアパーツ。うん。はいはい。赤、青、黄色とね。ああ、綺麗ですね。はい。ソリッド系、足入れか。なるほど。はいはいはい、はい。まあでもこれちょっといろんなの出てるから、そう。ちょっと大きいのも作ってみたかったんだけど、これは、ちょっと今回からバルバトスデビュー。というか、オルフェンスデビューをしてみようかなというところで、ちょっと今回の一番くじはね、これ、出てくれてよかったなって思ってるんですけど、そう、ちょうどね、こういう形で手に入ってね、嬉しいなと思っております。で、次！次だ！皆さん覚えてますか？次は、だって、残り8個、32種類、24個解消。で、1,2,3,4,5,6 なので、あと2つありますね。で、私もさっき、A 賞出ちゃったって言ったから、あんです。出た。でもこれが一番最後まで、こう、めくってて出なかったんですよ。その、後半の16回引きに行った時の一番最後に出たんですね。もう、と思ってて、あ、これだけ出ないのか、というか、B と D。出ないんかいって思っていたら、出ました。店員さんとちょっと喜んじゃったんですけどね。はい。これが B 賞でしたけど、はい。MG のバルバトスですね。ひよほー！わ、すごい、武装も。あー、なるほど。背中、いい背中ですね、これ。ちょっと開けちゃう。よ。よ。お。おー、入ってるマーキングシール。うわー、ちょっとこれほんとバルバトスデビューにめちゃくちゃいい流れだな。うわー、嬉しい。すごいな。はいはいはい。おー、いいぞ、おー、いいぞ。ちょっとね、悩んでたんですよ。ネットでね、結果団の4体セットあったじゃないですか。あれがあったからね、どうしよう。あれでちょっとデビューしようかなって思ってましたが、これ2つ来たらもうこれでいいやん。ここから始めていこうと思います。だってこれ表、すごいかっこいいですね。うわー、このポーズいいな。で、バックもね、すごい。
すごいバーンなってるし、ちょっとガンダムベースで見たあのね、舞台に近い。うわー、すごいな、CG。こことかすごく綺麗だな。やっぱこう光を、こういうソリッドクリア系は、光を当てた時にね、すごいかっこいいので、で、ここもいいね。はい。でですよ。はい。お待たせしました。よいしょ。で、最後に、A 賞が来ますと。はい。A 賞は、ガンダムエクシアのソリッドクリアってことですね。はーい。めちゃめちゃかっこいい。そうそうそう。これはね、A 賞のエクシアは、まあ、このね、青いところね。青い部分がクリアと。はい。なので、ここですね。この胸部の部分と肩ね。あとは、ここか。はい。この辺あたり一部がね、こっちシールドないんですけど、この辺がクリアになっていると。クリアになったらまた違いますね。あとここか。ここの赤もだね。ちょっと光当てて、ね、このドライブ、GN ドライブと一緒にこう光ピカって当てたらすごいなんか光りそうでいいな。はい。あ、いいな。おー。これは良さそうだぞ。ちょっとね、やっぱり、ネットで見ててもね、エクシアはあまり、こう見かけ、なんだろうな、A 賞を、はい、売りますっていう人、あまりいなかった気がするか。やっぱりみんな作りたいんだな。おー、いい感じ。クリア、青の部分は、ああ。で、これ、元、あれですもんね。コバルト、ブルーとか、ちょっと、明るめ、ちょっと白、みがかった、青で、ね、落ち着いた色ですけど、それがね、ちょっとクリアになって、かなり、鮮やかな、色になってますね。これも作りたい。うわぁ、ちょっと、どれから作ろう。ちょっと、土日はね、秋葉とかウロット、もちろんできなかったんですけど、もう、だってこれでちょっとウキウキしちゃってたからね。はい、ということで、今回のですね、一番くじ、機動戦士ガンダムガンプラ2022ですけれども、このような結果になりました。まあ、コンプ、全種類コンプを目指して32回引いたところ、32種類中、32回引いて、27種類出ました。はーい。ちょっとね、ビジュアルボードが思ったより出なかったのが予想外。その分こっちにちょっと回った感じですけど、まあね、あとは、まあタオルもね、コンプできてなかったりとかありますが、やっぱりちょっとくじを引いてる瞬間はね、すごい楽しいですね。で、ちょっと店員さんともね、ワクワクして見ちゃったりして、とても楽しめますし、かつね、こうやってコンビニでね、ガンプラがもらえるとなるとね、まあ、引きたくなりますね。なのでね、もうこれ、撮ってるのもね、筆記終わってから1日経ってますけど、もうちょっと残ってるようならリベンジをしようかなって今、というか D 賞が当たってないので、それをちょっと今考えています。なので、もしやるようだったらまた動画にしようと思います。はい、ということで今回は一番くじ機動戦士ガンダムガンプラ2022をご紹介いたしました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではまた。バイバイ。